衆議院の大島議長の在任日数が今日2030日になり、歴代最長となりました。大島議長は昨日記者会見し、国会の機能を従前に果たしていけるよう職責を全うしたいと述べました。一方、国会で党首討論が去年の6月から開かれていないことについては、政党間での協議を促しました。